武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は京都産業大学の政治経済現代社会について話していきたいと思います。こちらはですね、要はその政治経済と現代社会の共通範囲で、出題されているような形で、どちらであっても受けられるような、構成となっています。まあ、要はただ難易度的には、要は簡単に言えば現代社会の政治経済範囲だけは扱っているというふうに考えたら分かりやすいですけどね。政治経済じゃないと対応できないような難易度ではないです。現代社会の範囲だけでも対応はできます。で、問題の構成としては政治分野と経済分野が半々ずつ出てくるような形ですね。で、マーク方式、です。で、聞いてくる、ものに関しては、選択問題や計算問題、など出てきて、いますが、で、まあこれに関してはちゃんと参考書それぞれ基礎的なものをやっていけば十分対応はできるとは思いますが、設問形式に合わせて対応、つまり用語だけ覚えたらいけるでしょとかじゃなくて、センター試験などに出てくるような、文字の方が正しいものを選んだりする形式だったりですね、そういったものもちゃんと覚えて、単純な知識ポンポン出てくる一問一答だけの暗記で、ならないようですね、正確な知識持って周辺情報とかちゃんと講義系のものとか読んでですね、用語を知っているだけじゃなくて、用語とその周辺情報を知っているっていう状態に仕上げて取り組むように心がけてください。まあ、政治分野、経済分野両方とも出てきますし、あとは時事的なものも出てくるので、現代社会の最新時事など、時事的なもの、まあ、ニュースや新聞で普段から見ている人なら別にいいんですが、特にそういった部分をあまり強化していないという場合には、時事用の問題集、参考書などを追加でやっておくといいかとは思います。以上が、政治経済現代社会の勉強となります。